お待たせいたしました、KS スターズ。こんにちは、KS スターです。よろしくお願いします。昨年まずですね、テラスステージの方で、スコッティという名前のバンドで、出演させていただいてたんですけども、今年メンバーが増えましたんで、スコッティを改めまして、KS スターズというバンドにいたしました。よろしくお願いいたします。まず、2曲続けて、聴いていただきたいと思います。1曲目はトロンボーンの缶をフューチャーしていまして、ステラバイストライト、それから2曲目が、セントトーマス。まず2曲をお聴きください。
ウロポン、カンコジロ。星が見えないかなと思うんですけども、こんな曲をお送りしたいと思います。ビューラフォンにアミさん、アミさん。
お迎えしまして、スターダストです。お聞きください。ピアノの2ピアニストという贅沢なバンドでございまして神谷金明子でございます。よろしくお願いします。
と紹介します。和尚さんです。高見沢です。からアミさん、からベース吉川大輔でお送りしました。次の曲はですね、オリジナルの曲で、ピアノの神永さんが作りましたので、曲の説明よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ピアノの神永明子と申します。マダラを始めてきたんですけど、いいところですね。とっても天気も良くて良かったのですが、これからやる曲はですね、雨音という曲なんですけれども、この後雨が降らないことを祈ってお届けしたいと思います。Thank you.
ピアノ神永明子、ベース吉川大輔、ドラムス山下二郎のトリオでお送りしました。次の曲で最後になります。全員参加でパティードを演奏してみたいと思います。
シングしてましたね。すごい、この辺はなんか相当身近な感じでした。すごい声援ね、ありがとうございます。お話はどなたがしてくださるかね。和尚さん、こちらの、高見沢さん、はい、和尚さんと通称、あ、お店をやってらっしゃるね、ライブハウスをね、四谷三丁目、はい、ちょっとご説明を、どんな風にいつも運営をされているのかね。ああ、すいません、ありがとうございます。こんなところでお店の宣伝させていただきまして、実はあの 生演奏の店なんですけど、そんなに大きくないんで、ピアノを置いて ほとんどそのピアノとあとは中心、うん、中心で、でも毎日生演奏されているのね。いや、ね、ほぼない時もあります。ない、うん、はいはいはい。そしてもう一方、はい、アミさん、ビブラフォンのアミキヨコさん、銀座のアミズバーの、経営者でありますし、ビブラフォン奏者であります。昨日もお聞きしましたね、山の上の演奏をしていただいて、何年経営されてるんでしたっけ。お店はおかげさまで、昨日も言いましたけど、ちょっと年足して22かな、ね、22年。でもすごいですよね、ライブハウス22年経営されてるということで、ね。高田さんのお店、はい、J ではもういっぱいいっぱい育ててもらいました。感謝してます。いや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 、こんなちっちゃい頃からね、通っていただいてね、はい、そして今日はおじさまがお二人、昨日はね、加わらなかったんですが、ちょっとこちらのご関係をセッションにあられる、アミさんのところですね、和尚のところでセッションで、参加させてもらいました。どちらのお店にも行かれてるね。先ほど KS っていうのは、あのドラムを吹いてたの菅光次郎の K と篠田の S で KS だけをつけて、篠田さん、はい、それで KS、なんかまあ、まだらを出たいなって話だった時にメンバーが足りませんで、2人の有り余る年金を持ちましてですね、プロの方に、来ていただきまして、バックはプロで固めたという、KS を除けば素晴らしいバンドだというふうな、いやいやいや、そういうコンセプトで来年も行きたいなと、ね、楽しかったですよね。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。また来年もお願いしますね。はい、よろしくお願いします。はい、続いてはビッグバンドになりますが、